今回はプランクやデッドバグを行ってもなかなか腹筋に効かない、腰が痛くなる、だけどお腹をへこませたい、そういった方におすすめなワンレッグレイズというのを紹介していきます。ちょっと特殊なやり方になりますので、一緒に見ながら最後までやってもらえたらと思います。今回の動画を最後まで見てもらうことで、なかなかへこみにくいお腹、エクササイズをしても腰が痛くなる、そういった方でもお腹がへこませることができるやり方を紹介します。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの20秒でプランクやデッドバグなどをしても腰が痛くなって腹筋に効かない、だけどお腹をへこませたい、そういった方にね、おすすめなやり方になります。今回たったの20秒ですので、ぜひやり方を見ながら一緒に行ってもらえたらと思います。そして腹筋に効かない腰や首が痛くなる場合、まずエクササイズを行う前に動かすということが大切です。まず首と腰、そこもしっかり使うことで、今回のたったの20秒ワンレッグレイズがよりお腹に効かすことができますので、合わせて3種目一緒にやってもらえたらと思います。まずは首からいきます。とっても簡単です。背筋を正して、ただ下を向いて10秒キープ。一緒にいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、今度は上向きます。肩の力を抜いて10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。下向くこと多いと思いますけども、上向くことはあんまりないですよね。これでしっかり腹筋の時に首が痛くなりにくいです。そして今度腰、四つん這いの状態でキャットバックをします。腰を反る、腰を丸める。腰を丸める時に肩甲骨を出さないように腰だけ出します。これを10秒。まず腰を反る方からいきます。1、2、3、4。お尻を上げて6、7、8、9、10。はい、今度しっかりお尻を締めて腰を丸めます。おへその穴をできるだけ前に向けます。10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今の2つでエクササイズの際に痛みを生じることが軽減されます。今度はエクササイズをやっていきます。20秒。やり方を説明します。お腹をへこませるためには腹横筋を使わなければいけないので、10秒間息を吐き続けてください。息を太く吐くとすぐなくなってしまうので、口を尖らせてふーという感じで10秒間息を吐きます。今回は腹筋に効かしやすくするために、片手で肩のすねを持ちます。これですねを持ったまま上体を起こします。反対の足は伸ばして、反対の手も伸ばしておきます。こういう感じです。これでお腹をどんどんへこませながら10秒間息を吐いてください。背中が落ちないようにちゃんとすねを抱えて腰だけつける感じです。これを10秒間いきます。息吐きましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対いきます。スタート。1、2。お腹をどんどんへこませます。4、5、6、7、8、9、10。あー、お疲れ様でした。今の20秒間片足10秒ずつ行いましたけども、お腹をとにかくへこませる、そして上体をしっかり起こす、息をしっかり吐く、この3つができればちゃんと10秒でお腹がへこんでくれます。そして足を抱えてますから
しっかり腰が丸くなってお腹に力入ったままをキープしやすいので、より腹筋に効かせやすくなります。普通のプランクやデッドバグ、腹筋などをしても背中が丸くならない、腹筋に効いてる感じがしない、そういった方は今回の方がおすすめです。そしてお腹をへこませるポイントとしては、普通の腹筋というのは起きる戻る、それを繰り返すので戻った時に力が抜けてしまいます。ですが今回のはお腹に力が入ったままをキープしますので、より時間が短くてお腹に効かすことができます。お腹が気になる方、とってもおすすめです。ワンレッグレイズ、ぜひやってみてください。やってみた方、勉強になった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS もやっておりますので、説明欄からよかったらフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.